当時田島が直面したのは昭和天皇の戦争責任の問題だった。大日本帝国憲法では天皇は軍を統帥し統治権のすべてを握っていた。日本政府は天皇は無党籍、国内法上は法的責任がなかったとした。しかし敗戦の道義的責任を問い退位を求める声があった。東大総長南原茂は次のように述べた。陛下に政治上法律上の責任はないが道徳的な責任がある。知識人に広がりつつある大異論、天皇と田島はその動向を気にかけていた。真面目な知識人のうちにやはりご大位の方が陛下の道義上の責任として使徒であるというものの相当いると思いまする。同じ頃、昭和天皇は全国各地に巡行を続けていた。 GHQ も占領政策の一つとして支持。天皇は復興に取り組む国民を激励した。国民も熱狂的に迎えた。拝謁記には巡行中の特別列車での対話も記録されている。田島は退位についてこれまでどう考えてきたのか天皇に問いかけた。陛下としては終戦の時にどうなってもよいと仰せになったと民間では伺っておりますが、私はどんな犠牲を払ってもいいと言った。そしてその時は裁判にかけられることになっても仕方がないと思ったのだ。ここに重量なる南自新民に次ぐ。1945年8月15日終戦。耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平洋を開かんと欲す。マッカーサーを最高司令官とする GHQ の占領の時代が始まる。ポツダム宣言は一切の戦争犯罪人に厳重な処罰が加えられるとしていた。マッカーサー進駐の前日、8月29日、昭和天皇は内大臣木戸幸一に戦争責任について語った。その言葉が木戸の日記に記されている。戦争責任者を連合国に引き渡すは誠に苦痛にして忍びがたきところなるが、自分が一人引き受けて退位でもして収めるわけにはいかないだろうか。退位の意向を漏らした昭和天皇。当時木戸は天皇の最も信頼の厚い側近だった。後年証言している。陛下としてはだ、その答えというよりはむしろ全責任を負いたいとこうする、はいね、だから私はその時にね、それはお考えは誠にごもっともだし誠に敬服するけど、今おっしゃる時じゃないと。アメリカ人やなんかの心理から言うと、陛下がそれだけ責任あったのじゃ陛下も責任取れる。
けれども、それじゃ他の連中は責任逃してやったいって言いません。それ何にもならない。ひとたび戦犯となればね、これはもう何て言ったって日本の憲法上大元帥なんですから、戦争の最後の責任者ですから、これはやっぱり戦犯っていう枠の中に入ったら大変ですよ。これはそれは僕らも心配しますからね。当時、連合国の中には昭和天皇の戦争責任を追及する声があった。木戸は大尉によって天皇が戦犯となる事態を恐れていた。9月27日、昭和天皇とマッカーサーが会見。天皇は平和の基礎の上に新日本を建設することを伝え、マッカーサーは占領統治に天皇の存在が重要であると考えていく。同じ頃、日本の戦争指導者が次々と逮捕された。12月には木戸幸一も逮捕され、巣鴨プリズンに収監された。木戸は自らの日記を GHQ の国際検察局に提出し、天皇の弁護に努めていく。翌1946年5月、東京裁判が改定。マッカーサーの意向で昭和天皇は戦犯として訴追されなかった。東条英機、木戸幸一をはじめとする戦争指導者が侵略戦争を計画実行したとして裁かれていく。判決が近づくと、昭和天皇の大尉を求める論説がメディアに広がっていった。国民は天皇の大尉についてどのように考えていたのか。当時の新聞社の世論調査。昭和天皇の大尉についてどう思うかとの質問では、在位された方が良いが 68.5%、 退位されて皇太子に譲られた方が良いが 18.4%、 退位を望む人が2割近くいた。拝謁記には国民の大尉論を気にする天皇と田島の姿が繰り返し記されている。ご大尉のことに関して、またご関心の結果のいろいろの仰せのように拝す。大尉論が高まっていくことにマッカーサーも焦りを募らせていた。マッカーサーと GHQ の高官が昭和天皇の大尉について語った言葉が残されていた。What I have here is the personal diary of Ambassador William J. Sebald.GHQ の外交局長シーボルトとマッカーサーが1948年10月28日に協議した。判決は1トン分のダイナマイトのようなものだ。爆発したら何が起きるかわからない。天皇は大尉、あるいは感情的になって自殺さえ考えるかもしれない。そんなことになったらひどい政治的な破綻となるだろう。その通りだ。その日、マッカーサーは総理大臣の吉田茂を呼び出す。天皇を退位させないようにと指示した。翌日、吉田茂は天皇に拝謁。田島の日記によれば次のように伝えた。
大尉など決して叱るべからず。They're very concerned about the abdication of the emperor. They don't want it. He's been very useful for legitimizing various reforms of the occupation, including getting the constitution in place. 昭和天皇はどのように答えたのか。アメリカのマッカーサー記念館にその返答が残されている。昭和天皇に代わって田島道治がしたためた書簡である。 This is the letter from 道治 Tajima to General MacArthur. 今や私は日本の国家再建のため国民と力を合わせ最善を尽くす所存です。事実上退位しない意向を伝えた書簡。日付は1948年11月12日。まさにこの日、東京裁判の判決が下された。永久戦犯25人に刑が言い渡されていった。裁判はラジオで伝えられ、日本中の関心の的となった。 Accused Kido Koichi sentences you to imprisonment for life. Accused Tojo Hideki on the count of the indictment on which you have been convicted to death by hanging.東条英機ら7人に死刑判決が下された。拝謁記の中で田島は次のように振り返っている。東京裁判当時において陛下のご意思を田島の名で通告いたしましたことから、日本国の信用が陛下のお人柄を通して国際的に保たれたようにも思われます。天皇の退位問題は田島のしたためたマッカーサー宛ての書簡によって区切りがついたと従来多くの研究では考えられてきた。しかし今回発見された拝謁記から、昭和天皇がその翌年も退位の可能性を語っていたことが明らかになった。講和が締結された時にまた退位などの論が出て、いろいろの情勢が許せば退位とか上位とかいうことも考えられる。そのためには東宮ちゃんが早く要綱するのが良いのではないか。東宮皇太子は当時まだ15歳。早めに外国訪問させたいと昭和天皇は自らの退位を見据えて考えていた。大元帥陛下の馬前に戦死した者の心およびその遺家族の心情を考えますれば、陛下のただいまのようなお考え方を拝しまする事は悲しいことではありまするが、また実に嬉しいことでございます。拝謁記に田島は自らの思いも記している。田島は感激して落類棒だ。声もいいです。しばし発言しえず。
田島は天皇の退位の意向を日本最高の道義の上にも大変ありがたいことと受け止めた。この退位発言をどのように捉えればよいのか。この問題に詳しい近現代史の研究者に拝謁記を分析してもらった。これですね、49年でしたっけ、この段階でまだ退位のことを言ってるっていうのは全く予想しなかった。48年の末で大体退位は決着つけられたというふうに思ってたんですけど、その後もやっぱりくすぶってんですね、退位問題。責任感、君主としての責任感というのがあって、それはもう一つは国民に対する君主としての責任、からもう一つは皇祖皇孫ですよね、歴代の天皇と天皇家の祖先に対する責任で、その今まで続いてきた国体を危機に陥れてしまったと、で敗戦という時代を迎えた、そのことに対する道義的な責任、皇祖皇孫と国民と両方に対する責任感覚、それがはっきりあるということはよく分かりました。講和の時に天皇が退位するという考え方、それは元内大臣の木戸幸一が巣鴨プリズンに収監される直前、天皇に伝えたものだった。陛下のご退位というような訴えは今は長月じゃないと。それでじゃあいつかというと、日本がだな、平和の国家として世界の一員として復帰する時がそれだということは、講和条約のできた時はその時期じゃない。で陛下がどうしても自分の責任を取れるとおっしゃる、その時期までは要するに日本をそこへ持っていく大責任を陛下はお持ちになったから、そう願いたいということを、ね、申し上げてね、おったわけなんです。木戸は巣鴨プリズンからも宮内庁幹部を通じて天皇に考えを伝えようとした。何としても陛下にご責任あることなれば、講和条約の成立したる時、国民に対し責任をお取り遊ばされ、ご退位遊ばさるるが主となりと思う。田島は退位論について天皇に次のように語った。巣鴨ではご退位と申しておりますそうですが、これはあり得ることで、巣鴨の戦争犯罪人になった人などはそう思いましょう。戦争中の養老の人は今一人もないのに、陛下お一人は引き続いておいでというところに退位論など出ると思います。昭和天皇の退位問題をどうするか、田島が相談したのは総理大臣の吉田茂だった。拝謁記には吉田の態度が次のように記されている。世の利口ぶる者がそんなことを言うのもあるが、人心の安定上そんなことは考えられん。これに対し田島は次のように答えた。世の利口ぶった者の話を聞けば一理あるように感じられまするので、世の利口ぶった人が納得して退位論を言わぬようになるような方策も
考えられねばならん。大尉など考えられぬという吉田の意向を受けて、昭和天皇と田島は話し合った。1951年11月、巡行の特別列車の中でのことである。私の大尉云々の問題についてだが、帝王の位というものは不自由な犠牲的の地位である。その位を去るのはむしろ個人としてはありがたいこととも言える。現にマッカーサー元帥が生物学がやりたいのかと言ったこともある。地位にとどまるのは安きにつくのでなく、敵につき困難に直面する意味である。恐れ多くございますが、陛下は法律的にはご責任なきも道義的責任がありとおぼしめされ、この責任をお果たしになるのに二つあり、一つは位を退かれるという消極的のやり方であり、今一つは進んで日本再建のために困難な道にあえて当たろうと遊ばすことと存じます。そして陛下は困難なる第二の責任を取ることのお気持ちであることを拝しまするし、田島のごときはいろいろ考えまして、その方が日本国のためであり、結構な結論と存じまする。昭和天皇と田島は退位せず日本の再建にあたる道を選択した。大尉をめぐる昭和天皇と田島の判断にどのような背景があったのか、4人の研究者が分析に取り組んだ。いざとなったら大尉も確保してるっていうような言い方はいくつか出てくると思うんですけども、国民がどのようにそれを感じているかとか考えているかということに関して、まあ、かなりセンシティブな反応、何か本が出版されたりすると気にされたりとか、そういうことをされているので、望まれるんであればもうそういう事態になったならば別に地にしがみつくことはないと。何が何でもしがみつくという考えはそれはなかっただろうと思いますね。ただ皇太子があと5歳年長だったらどうしてただろうかとか考えると、まあ、やっぱり未成年だったというのが大きいのかな。まあ、ちょうどその配付金のその後の部分で読むとニュアンスが少し変わってきた。田島の言い方だと、その大尉はその消極的な責任の果たし方っていう言い方をしていますが、まあ、昭和天皇なりに、しかもこれ、巡行中かなですよね。そうです。確かにその巡行中であるということもあるんで、はい、で巡行自体はまさしくその道義的責任の取り方の一つのあり方だったと思っているので、つまりまあ実際戦没者遺族とか傷痍軍人とか、まあ、そういった人たちを実際にまあ慰問したりとかするっていうのが昭和天皇なりの多分道義的責任に対するまあ国民をまあ慰問するっていうか、まあ、慰めるっていう、まあ、そういった責任の取り方だったと思うんですね。昭和天皇は個人的にはですね、何度も言ってますけども、まあ、やめた方が気が楽になるっていうのは私は偽らざる本心だと思います。普通の常識的に考えれば大した方がいいんだろうなって多分昭和天皇も分かってると思うんです。本来ならまあ、対して当然の立場で留意するってことが本当にその皇室が国民に認められていくことにプラスになるかってことがやっぱすごく気になっていた。国民の意思が決定的に重要だっていう認識があるからこそ、ああいう気にしてることがしょっちゅう出てくるっていうふうに考えていいんじゃないかと思います。大尉問題に区切りをつけた昭和天皇と田島、しかし敗戦の道義的責任をどう国民に説明するかという課題が残されたままだった。1951年9月、
サンフランシスコ平和条約調印。翌年の発効で7年近くに及んだ占領が終わり、日本は独立を回復することになる。独立にあたり、国民に向けてどのようなお言葉を表明するか。講話となれば、私が演説というか放送というか何かしなければならぬかと思う。ここで私の責任のことだが、従来のようにカモフラージュで行くか、ちゃんと実情を話すかの問題があると思う。その点、今日からよく研究いたします。お言葉の検討は田島に託された。これ以後1年余り試行錯誤が続くことになる。田島が起草したお言葉案が8つ残されていた。最も古いものは1952年1月15日案。5月3日のお言葉表明に向けて何度も書き直しが続いた。昭和天皇がお言葉案に強く求めた文言があった。私はどうしても反省という字をどうしても入れねばと思う。昭和天皇は田島に戦争への反省を語った。その回想は日中戦争の時代から始まった。私は反省というのは私にもたくさんあるといえばある。支那事変で南京でひどいことが行われているということを低いその筋でないものから薄々聞いてはいたが、別に表立って誰も言わず、したがって私はこのことを注意もしなかったが、市ヶ谷裁判で公になったことを見れば実にひどい。日中戦争の最中に起きた南京事件。日本軍は略奪暴行を行い、一般住民や捕虜を殺害した。事件は戦後東京裁判で問題となった。私の届かぬことであるが、軍も政府も国民もすべて下克上とか軍部の戦後を見逃すとか、皆反省すれば悪いことがあるから、それらを皆反省して繰り返したくないものだという意味も今度の言うことのうちにうまく書いてほしいと思う。その点は目下一生懸命作文を練っております。天皇の求めに応じて田島は反省の文言を書き加えた。過去の推移を賛成し、誓って過ちを再びせざるよう改心せねばならない。